平海平海、ピンハイ、ピングハイは、中華民国海軍の軽巡洋艦。日中戦争で、日本海軍航空隊により撃破されて、六角、1944年、昭和19年6月に、海防艦安島として、最終駅。同年9月に二等巡洋艦80等となった。平海、ピンハイ、ピングハイは、 明海九巡洋艦の二番艦。1937年、昭和12年9月23日、日本海軍航空隊の空襲を受け、人工上流の洋子公園岸で、格座、着艇、日本軍に露隔された、日中戦争。その後、日本本土に開港され、佐世保に係留された。1944年、昭和19年6月、平海は、 八十島、八印島と改名され、解剖艦として、最終益した。七月より、小笠原諸島や伊王島への輸送任務や、戦団護衛任務に従事した。九月下旬、二島巡洋艦に類別変更され、大日本帝国海軍の軍艦となった。十一月中旬以降、フィリピン方面輸送任務に投入される。十一月十五日、二頭輸送艦三隻と共に、 80島船団として、ルソン島西岸を航行中、米軍機動部隊艦載機の空襲により、従順洋艦、熊野とに撃沈された。上海の江南造船省で1931年に寄港された。偽装工事は、日本のハリマ造船所で1935年、昭和10年10月30日から1936年。 昭和11年6月18日にかけて行われ、同年竣工した。日中戦争中の1937年、昭和12年7月15日、本艦は上海市を出港して、洋ス工場流へ向かう。8月22日、空母流上艦載機を対空砲火で撃墜する。9月中旬、中華民国艦隊、平海、冥海、当たる随。 健康等は、洋子港中流の後院要塞に停泊していた。9月20日19時、品方面艦隊司令長官、長谷川清中将、第3艦隊司令長官兼務、機関出雲は、第2空襲部隊の空母化が、第2航空戦隊及び、第5空襲部隊、第2連合航空隊、上海飛行場中流に、洋子港方面中華民国艦艇に対する攻撃を、加齢する。 9月21日の空襲予定は、天候不良のため中止。9月22日午前中、まず連合航空隊の92式艦上攻撃機12機、60kg 爆弾搭載、と95式艦上戦闘機6機が出撃する、第1次攻撃。艦航が水平爆撃を艦航し、平海に損害を与えた、直撃弾2、試金弾1。午後、加賀攻撃隊。 96式艦上攻撃機7機3 0ラム爆弾搭載が水平爆撃を実施2隻平海嶺海に小規模な損害を与えた第2次攻撃。有国の12空による第3次攻撃92式艦航695式艦船3は後院放題の対空砲火を受けまた嶺海型を視認できず当たる随型巡洋艦。 2750トンに水平爆撃を実施した。平海は上流の南京へ脱出を図ったが、9月23日、再び連合航空隊とかが航空隊の波状攻撃を受ける。第4次攻撃隊は12空、92式艦航空、95式艦戦3、94式艦上爆撃機12と13空、96式艦上爆撃機は、 付近の砲台を制圧し、中華民国艦艇を襲撃。各艦に複数の直撃弾を与えた。第5次攻撃隊は、加賀航空隊、艦航8、艦爆8、艦航4からなり、速攻中の平海に直撃弾3発を記録。平海は炎上して格座した。9月25日にも12空、92式艦光6、95艦船3が一戦、砲艦。 1500トンを空襲、格座せしめた。平海等に対する一連の航空攻撃は日本海軍航空隊が水上部隊に実行した最初の組織的な空中攻撃であったという。この空襲によって同方面の中華民国海軍艦艇は戦闘力を喪失。平海の被害は6 0ラム爆弾直撃6発、水中弾10発。 他に二光線の攻撃ありと記録されている。本戦闘を最後に、香川、第一航空戦隊、竜城、宝省と任務を交代、佐世保に帰投した。その後、南京攻略戦の進展に伴い二隻、平海、冥海は、日本軍により露閣。1938年、昭和13年に付養され、佐世保に栄光された。 1938年から佐世保に経留され、佐世保海兵団の居住用ハルクとして、使用、同年7月11日に、三島と、歌唱した。1944年、昭和19年1月中旬、佐世保交渉で整備と修理を行っていた、カトリ型練習巡洋艦3番艦、カシーは、佐世保に停泊中の、平海をくれまで栄光するよう加礼される。 2月3日、平海は、シ川に栄光されて、佐世保を出発。2月4日、二隻は、呉に到着した。6月10日まで、呉交渉で整備を行う。同年6月1日、平海は、海防艦、十島と解明。冥界は、500頭と解明。二隻、500頭、80頭は、日本海軍に編入され、海防艦に類別された。 6月20日、横須賀防備戦隊に編入される。7月2日より、小笠原諸島方面、7月22日より、伊大島方面への航空基地の移動用、輸送任務、戦団護衛任務に従事した。9月25日、八十島は、解剖艦から除籍。それに伴い、軍艦八十島となった。本席は、クレチンジュフ。同日で、日本海軍は、 第一輸送船体を編成。八重島は第一輸送船体の機関に指定される。10月15日から11月15日まで、佐世保交渉で輸送船体機関への改造工事を行った。改造完了後、フィリピン方面へ進出する。11月14日、二等輸送艦三隻、113号、142号、161号は、佐世保出港。 高尾港、台湾に進出する。11月22日、二等輸送艦三隻は、高尾港を、出撃、80等も同行した。11月24日、午後、四隻、八十島、113号、142号、161号、は、陸軍戦車部隊輸送の途上、サマール沖海戦と、日本機頭中の米戦追加内撃により、大破。 ルソン島サンタクルーズに停泊中の最上型重要、艦4番艦、クマノに合同する。80島は、クマノ負傷者を収容し、11月25日、早朝サンタクルーズ湾を出発、マニラに向かった。だが、出港直後に、同湾で、アメリカ第38.3人務軍の空母、タイコンデロが、軽空母、ラングレー搭載機、TBF アベンジャーに襲撃される。 米軍攻撃隊は、熊野上空を通過し、八蘇島船団を攻撃。本艦は、巨雷一本を船尾に受け沈没。沈没地点記録。また、輸送艦3隻、113号、142号、161号も共に撃沈される。その様子は、熊野艦上からも目撃された。同日午後、熊野も空襲を受け道湾に沈んだ。 第一輸送船隊機関は松形区地区間に湾艦、竹が継承した。少なくとも80頭生存者101名、熊の生存者490名が、現地の海軍陸船隊に編入され、フィリピン地上船で多数が戦死した。1945年、昭和20年1月10日、80頭は2島巡洋艦、帝国軍艦席々のそれぞれから除籍された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。